やっはろー、どうもこんにちは。はい、現在11月6日土曜午後3時51分になりました。はい、今日うちの母休みなんですけども、急にですね、ちょっと映画見てくるわ、ピューンと出てったんで、はい、その間に今、舞妓さんちのまかなさんの6話見て、デイチミーツガールの6話見て、さあ、アベマ TV にね、なんと、大正乙女おとぎ話、これ、アベマ TV 金曜に上がってますね。土曜か、金曜か。なので、5話見たいと思います。もうめっちゃ楽しみ。まさかこの昼に見れるとはね。今まで声出してリアクションできたんて東京にいた時の4話だけかな。はい、では自己紹介。僕はマジ大道芸人ハマーと言います。衣装瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界で唯一の技の持ち主。はい、この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴は15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーをやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社を辞めて、パフォーマーになって主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響で去年の2月頃からですね、イベントがなく事実上無職状態、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ自粛してます。そんな中でアニメにハマって、約1年7ヶ月で500作は超えたと思います。アニメ見てきてます。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、そんな僕のですね、自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどはすべて説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。そして来年の9月にはどでっかい発表がありますんでね、ぜひともお楽しみに。ということで、アベマ TV ですね。行きましょう。大正乙女おとぎ話、3、2、1、スタート。あ、5話ですね。もうほんま、このアニメ、今も秋アニメで一番ダントツで1位じゃなくてね。さあ、3日前に見てるんでね。さあ、タマコが医者になる言うてね、帰るということで。もう今まで見てきた500作ぐらい見てますけども、ヒロインランキングで言うてもこのゆずきに関してはもうトップ5入るんちゃいますかね。トップ10かな。ちょっと今度決めてみよう。もうこのオープニングでタマコの目がハートになってるのがもうめっちゃ好き。この春蘭県ってのも出てくるのかな。9月1日。家に帰るんじゃないのね。玉助おじさん。あ、神戸行くんや、ほんなん。ここ千葉やもんね。二人の邪魔をしたくないとか、実は。
ええ話やのに ええ話やったのに。ツンデレ。天使。言うてたね。頭をなでなで。聞いてんじゃない？これ。どうなの？これ。ああ、やっぱり。いいね、ほんで今の、今度は起きてる時にやってと。ああ、ちょっとグッとくるね、これ。お勉強頑張ってください。退屈しのぎに読みなさい、兄。人体の仕組み。もう。いやー、これやばい。いや、これはやばいな。
いつの間に名前つけたんよ。これは泣けますぜ、いきなり。いつもすんごい量持って帰ってくるもんね。たまにこ来た。お、誰や。3割だかな、東京行ったん。みどりさん。いや、まあ、玉彦も可愛いよな。誕生日もしかして。どんな親父やねん、これ。もう腹立つわ。誕生日かな、9月1日が。誕生日の話一切出てないもんね。これオープニングに出てるかな、南野陽子さんと同じとこにほくろあんな。ここにもアイキャッチも出てるもんな。誰やねん、気になるな。あ、ひっつみ、ここや、ここや、ひっつみ。知ってたんや。なんで知ってんの？多分。やろうね。しおりや。
これ嬉しいね。あ、自作？初めてのタンプレちゃうか？やっぱり。天使。ああ、これあかん。おお。いや、これは ごまかしたな。大切にするよ、このしおりをって。この時代ってハグだけでもやっぱそうなのかな。まさかやっぱり誰やねこれ。あ、キャラメル勝手に食うとるやん。ああ、ちょっと失礼。夜の下世話クラブ エロ本？でかいよね、この。これ何やねんこれ。
ギャグアニメの足やね、これ。で、ゲーセンはクラブ出すんちゃう？ちゃうか。なくしてない？ないんじゃない？持ってかれた？もう何か目的やね、あの村娘は。あ、財布。匂いが。わあ、終わりやな、もうここで。なるほど、盗みに来たのか。捨てるんちゃうか、ここで。泥棒かい。渥美亜矢いうんか。わ、安西チカさんやないかい。わからんかった。僕は安西チカさん好きなんです。あの高坂麗奈が大好きなもんで。去年かな、結婚しはったん。ん、一昨年かな、まあどっちも言えばもう。うん。あれ？ゆずと絡んどるやないかい。渥美亜矢やったか、これ。今回サブタイトル何だっけ？ああ、そっか。アベマではサブタイトル載ってないんや。まあいいわ。いやー、まさか15分で2回涙腺行かれるとは思わんかったな。もう、たまこが何？医者目指したくなった理由がもう、いやー、まずグッときたし、
その後寝てるタマコの頭をね、撫でてやって、もっと早くこうして やってればよかったと。うん。一番大事な家族お前だって言いながらね、頭撫でた。それやっぱり気づいてた。まあ、王道かもしれんけど、来たな、これ。ね。で、電車の中でね、弁当と、キャラメルと、もうこれだけなんかね、お菓子とね、ゆず姉様、玉彦兄様と、まあ、ゆず姉様の方が一番目に来てる方が、まあ、らしいなと思いましたけど。うん、ありがとう、つって、玉子が泣いたらもう、あかんよ。もうそこで一発目ね。二発目はもう初めての誕生日プレゼントね。で、やっぱその街ではね、もうやっぱ陰口を叩かれてるのを目の当たりにして、うん、どんな気持ちなんやろうと思ったけど、多分ゆずは気にしとらんね。玉彦様、一筋みたいな感じやからね。で、まあその本しか友達がいなかったからっていうのもちょっと切ない話やけど、ねえ、そこでしおり、人生初プレゼント。もうこれは泣かされるわ。うん。やのに、盗っと、ほんまに、大事なもんを、財布と、ね、財布はいいけど、しおりだけは、ってのがね。まあ、そらそうか。うん。なんで悪役やなんだい、ちかさんよ。うん。いや、無事、これ取り戻せんのかいな、ほんで。で、やっぱ、ゆずが、女の人の匂いって感じたところ。にしても、これ、不可抗力やもんな、勝手に入ってこられてるし。ただの泥棒やしね。で、泥棒やけど、エロ本の弱みも握って、なんじゃあいつは、ほんまに、二度の累戦崩壊を返せ、って感じですね。いや、よかった。もう、まあ、もう今回も、もう、全部ええな。もう1話も2話も3話も4話も5話も全部ええな、これ、ほんまに。なんか、ガンガン大正乙女おとげ話のね、株がもう急上昇してます、僕の中では。もうダントツ1位やわ、この秋アニメで。いや、よかった、ほんまに。これ15分の中で2回って、初めてかもしれんな。15分で2回涙行かされたんね。うん、まあ今週もユーズは天使でしたわ。ちゃんと誕生日覚えて、知ってたし、やっぱ玉子が教えてたっていうのもね、まあそうやろうとは思ったけど、それしかないからね。思ったけども、玉子もだいぶね、変わってよったなぁ、思って。2話の最後やったかな、出てきた。うん、頑張って、ほんま医者になってほしいですね。医者になって、クソ親父をギャフンと言わしてほしい。ギャフンというかね、うん、餌に言うてたからね。はい。まあ、とにかく、使用理由だけは無事取り戻してほしいけど、なんか次回予告でね、普通にゆずと喋ってたし、どういうことやねん、これ。はい、ということで、大正乙女おとぎ話の5話でした。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、現在ね、大道芸協会死んでますんでね、僕は月1本仕事があるかないかという中で、アニメリアクション、今、初めて1年8ヶ月目に入ってきましたけども、もうほんま困難しかない。困難しかない、ほんまに。ね、1年5ヶ月分の動画を削除せなあかんくなったんでね、もう困難しかないんですけども、まあ僕は大道芸人としてもいろんな困難ね、乗り越えてきました。ひき逃げにあったりなんだかんだ。なので今はね、もう根性入れ直してアニメリアクションマジで頑張ってますんで、皆様のね、ぜひ応援いただければなと思っております。一緒にアニメを楽しんでいってください。よろしくお願いします。共感しましょう。はい。ただ、本職はね、当然、大道芸人パフォーマーですから、ホームページだけでもいいですし、PV だけでも覗いてください。そして、大道芸に興味を持っていただければ最高です。はい。最後までどうもありがとうございました。マジ大道芸の浜でした。それでは。